バスを釣るためのちょっとワームを作ってきたんで釣ってみたいと思います。決まった、丸飲み。このダブルクラッピーは一点シェイクで最近の擦れたバスに強烈にアピールさせることができます。このダブルクラッピーはハンティングシャットに反応の悪い魚ですね、目玉付きのルアーに警戒している魚に有効になりますんで、警戒していると思った時にはぜひこっちのダブルクラッピーの方を使ってみてください。はい、次にセッティングパターンなんですけども、ヘビーダウンショットは基本的に真ん中にちょんがけをします。リザーバーベイ、今日はラメが少ないのが効きます。もう一回来い、もう一回来い、よっしゃ。シェイ、ジグヘッドワッキーも、同じ感じですね。おっしゃおっしゃ、意外と大きいねこれ。いい音がね、なってるなってる。おっしゃ、ママ今ちょっとワッキー用のちょっとダブルクラッピーを使ってみたんですけど、まあこういう風にインチワッキーとか、あのこれ今インチワッキーのリグなんですけど、ネコリグをピュンと落とすと釣れると、状況によってですね、ワッキー掛けのパターンだけじゃなく、テールの横からですねオフセットフック掛けの、付け方で、フックをセットすることもできます。おっしゃ、うわーすごい歯してるわ、パクッパクッていくよ、2回吸い寄ったね。あとですね、このダブルクラッピーの他の使い方なんですが、細いラインをですね使って、4ポンド以下ぐらいのを使ってワッキー掛けのトップウォーターで、脳進化のトップウォーターで使うのも、スレッタの池とかダム、クリアなダムで有効になってきますので、ぜひ試してみてください。よっしゃ、一瞬やろ、今のは一瞬や。何だそのワームは。やりましたな。ちっちゃい仕事の仕掛けで言いながらデザインじゃないですか。来た、めっちゃ来ますこの色。よっしゃ、一等でしたね。一等やね、やばい、完璧なフッキング。